すごいな。朝ごはんに手こね寿司だよねえ。手こね寿司以外に白いご飯もございますって今ちょうどさ、手こね寿司屋さん探してたの、どこにしようかなと思って。前食べたよね、おかみよこちゃんの近くで。ここら辺が名物だからね、島が発祥なんだってね、手こね寿司って。美味しそうだよ。無理ね、最高だね。しかしさ、あんなに夜食べたのにさ、朝はお腹がすくものね。お腹減ってるよ、なんなら。これだけだと思ったらさ、これと荒滝いた。荒さんの荒滝すごいな。すごくない？これ夜ご飯ですって言ってもいいレベルだよね。これとこれとこれで、ここら辺朝っぽいじゃん、よく民宿である旅館のね。朝ごはんもすごい豪華。すごいな。食べていただきます。手こね寿司嬉しいなあ。超うまそう。カツオかな。めちゃくちゃうめえ。美味しい？食べた瞬間、ねっとり。なんか漬けっぽいもんね。あ、めちゃくちゃうまい。すっげえ出汁出てるうまいなこれ。すごいぞ。あー、美味しいねえ。最高だね。すごいな。すごいね。めちゃくちゃ綺麗じゃんか。もっと来たいな。今日は賢島に行ってみるよ、ついにね。ついに行ったことないんだ私、賢島。あれだよね、サミットやったとこだよね、島観光ホテル。近いのかな。あ、30分で着くんだ。ちょっとぐるっと回るけどね、先っぽだから今。これが島の五座の街並み。スーパーないね。スーパーないけど、でも郵便局はあったよ。あ、そうそう、郵便局はあって、まあ、お金も下ろせるし一応スーパーないから使うことがあれだよ。牛トラがあったじゃん。牛トラが最高だった。よかった。夜ご飯もすごかったけど、朝ご飯もすごかった。すごかったね。朝から手こね寿司が食べれてさ。真珠の養殖発祥の地だって。ああ、賢島ね。三木本もあるんじゃないの、どっかに。ああ、だ賢島とか島とかここら辺でしょ。賢島もだってあれ島でしょ。島の島じゃないのあれは。あ、島の島。で賢島は1キロだって。あ、もうあれか。じゃあ島間。あ、多分そうだよね。そうだね、きっと。島観光ホテル。あ、そうか。そうだ。何ちょっとおしゃれにしてさ。何それ。いや、だってさ、こう汚いとちょっと入れないかなと思って。よーし、島間行ってみよう。新しい方に入れたらいいんだよね。はあ。新しい方っていうか、強さ。なんかね、あるよね。今まず R 屋上展望台も行っていいって言われたよ。そうなんだ。でサミットは2階だって。おお。あれがザ・スイートだね。夏はプールもあるっぽいね。プール？あそこにほらプール。違うのあれ。あれプールか。へえ。どう見える？見えるよ。久しぶりにこういうの使ったな。さすがホテルだから無料なんだね。すごい。なんかさ、目の前の地中海村が丸くて。あれそうだよね。あれ地中海村だよねあれ。お尊敬してる。そこまで見えるんだ。嘘。あれね、あれ地中海村だよね、絶対。あれ似てるよね、メノルカにあるさ、イベカベルに。ああ、白い村ね。そう、メノルカ島の。だけど多分な、マヨルカとかさ、メノルカあんま有名じゃないから、それよりはアンダルシアのミハスとかさ、そういうのが白い村で有名だから、それじゃないかな、わかんないね。なんか模してんのかな。よし、2回行ってみる？サミットのところね、行ってみよう。 G7 だったよね。次は2階のクラシックブティック三木本ザ・クラブゲストラウンジ、あ、客室もあるんだ。ザ・クラブっていうところかな。すごい三木本がいる。うわー、すげえ。G7 あったあったやっぱ日本の隣はユナイテッドステーツ。へえ、安倍さんの座った席だな。フランス、 EU じゃないんだね。あ、ほら、あ、オバマだったのか。トランプじゃないよね、そりゃ。すごいじゃん、ここも。山崎豊子先生がご執筆に使われたって。不毛地帯とかだよね。あ、今日はあれだ、すごい屋上で皆既月食観察会だって。あ、すごいよ。サインがあんだ。メルケルだ。メルケルも辞めたし。キャメロンも辞めてるし、オバマもオランドもイタリアもカナダだけか。若いんだよね、カナダの人ね。もうこの時からやってんの？すごいね。そこで並んで撮ったところ。面白かったね。面白かったね。うん、すごいホテル綺麗だったね。さすがに。うん、カフェが11時半からなんだって。そうなんだよ。今からね、あのり崎灯台っていうところに行こうと思ってんだけどさ、結構道が最後細くて、大型の駐車場が手前にあるんだ、バスとかの。あ、そうなんだ。で、乗用車は奥まで入っていけるっぽいんだけど、ちょっと分かんないからそこに止めて、そこから1キロぐらいだから自転車でちょっと行こうかな、サイクリングがてら。そうだね。風強いけどね、まあ大丈夫でしょ。あったかいしね。あったかいね。お、こっから、え？あ、こっから細いんだね。こういう感じで。あ、これだよね。うん。ここに止めてっていいんだ。多分大型駐車場。すごいね。あのり灯台 0.9 キロ。徒歩15分。行ってみよう。あのり神社の。よし、行こうぜ。風強いね。あのり崎灯台200メーター。こっち美肌の湯、すごいこれ。すごい眺めだね。今はここで、あ、灯台はこう歩いて向こう側からこう行くの。ここにお店もあるみたい。カフェかな。灯台はあっちの方。気持ちいいとこだね、ここも。すごいいいところ。結構美味しそうなのが売ってるよ。ねえ。灯台カフェ人気ナンバー1のパフェ。うん。プレミアムカフェ。人気ナンバー1だって。プリンもいいね。すんごいな。何なんだろうここは。金庫芋っていう、このさパンフレットに書いてあるんだけど、金庫芋っていうのがね、なんか海女さんのおやつとして親しまれてきたお芋なんだって。この辺でね育てられてるお芋で、結構ね甘いんだと思うの。お砂糖が入ってないんだって。金庫芋プレミアム蒸しプリンだったかな。食べていい？どうぞ。おお、垂れた垂れた。いただきます。うめえ、なんだこれ。おいしい？さつまいもチップがめちゃくちゃうめえじゃん。これ。さつまいもチップ売ってたよ。本当？美味しそうだなと思って見てたんだけど。トストとさつまいもチップってこんなに合うんだね。俺の好きなもなかじゃないの。あ、すごいね。なんかさつまいもがさ、いっぱい入ってる。そうそうそう、いっぱい入ってるよ。ここチップ。チップもさつまいもだし。で、これ多分大学芋。うん、これは自分でもなかにしなさいよだ。もなかなった。もなかいただこう。うん、め、このもなかやべ。このもなかやばいぞ。すごい。すごくない？うん、中のさ、お芋のこれ羊羹だな、これは。うん、これ何？なんかさ、これこうやって、あ、ほら。開けるんでしょ？あ、絞んの？絞るやつだ。ほら、すごいよ、出てきた。何なんだろうそれ。追いシロップ。何味なんだろうね。ちょっとチューチューしてみようかな。美味しそう。中にお芋が入っててね。美味しいよ、これも。プリンなの？うん、すごい美味しい。この甘い甘いだけじゃなくて、ビターが入ってて、結構大人な味わい。モンブランより好きだ。これすごい美味しいね。ちょっとビーチの方まで行ってみようかな。サイクリングで。うん、2、3キロだと思う。どっちだろう、左でいいんじゃないの。なんか道ありそうじゃない？あれ、なんだこれ。行けないか？そうか。行き止まり。U ターン。おお、ビーチだ。着いた、ビーチに。いやー、気持ちよさそうなビーチだね。え？ほんとだ。へえ。そうだね。あれが切れてんだ、テトラが。ねえ、関西とかだとあんまするとこないからさ、東海も。徳島行くか、日本海側で探すかだもんね。大阪だとここら辺にも来るかもね。これサーフィンしてるよ。乗ってる。うまいね、この人たちは。端っこまで行ってみよう。2時になったからさ、あれに行こう。次、牡蠣、的屋牡蠣テラス。佐藤水産って有名な洋食屋さんがやってる牡蠣屋さんがあるから、3時までだから多分間に合うと思うんだけど、ちょっと行ってみようか。そこで牡蠣料理が食べれればベストだけど、もうね解禁されて間もないから、多分まだ小さかったり冷凍かな、もしかしたらね。どうだろう、あとちょっとで着くみたいよ。的屋牡蠣テラス、この 300m だって。そこらへんかな。あれどこだろう。あそこだ多分。あ、あれだ。駐車場はじゃあこれか。ここかな。養殖、あ、佐藤養殖場になってるね。グラタン。かきグラタンとオイル漬け。とこちらがオイル漬け。オイル漬け。いただいてみようかな。オイル漬け食べてみてよ。ね。でもご飯が来てないんだよな。あ、そうか。でもちょっと待って。あ、まあいいかな。いただきます。美味しそう。あ、うまい。うん、これ。めちゃくちゃうまい。美味しい。うん。めちゃくちゃいい燻製。ああ、米欲しいな、これは。ご飯。待っといた方がいいよ。うん、かきフライも美味しそう。めちゃくちゃ並ぶらしいよ。だからもう全部定食が売り切れなんだって、かきご飯とか。そうなんだよね。うん、うまい。このタルタルがさ、バジルとトマトっぽいんだよな。なんか赤っぽい色してるんですね。いただきます。めちゃくちゃうまい。中が半生だ。すごくない？やばい。やばいでしょ。普通のカキフライと違うよね。うん。うまいでしょ。すごいこれ。とんでもないでしょ。ジュワってくる。そうなの。めちゃくちゃ美味しい。だから熱いうちに食べて食べて言ったの。単品メニュー。今日は単品メニューしかなかったんですけど。そうそう。売り切れてね。そうなの。でもね。こんなすごいよ、カキの定食、カキ尽くし定食とかさ、カキテラス御膳とかすごい美味しそうな食べ物が、ね、ここにはあ、カキテラス丼とか、これらはね、今日はもう混んじゃってなくなっちゃった。よし、じゃあ行くぜー。何このパールラインって結構いいじゃん、道がね。あ、鳥羽市に入った。そうそう、今鳥羽に移動してんだよね。うん、島を満喫したから鳥羽に次は向かって、で伊勢の方に行って四日市の方に上がっていく。うん、そうしようか。そういう感じだな。のんびりね。のんびりだよ。結構三重県好きだな。三重県いいよね。まあ俺はな、おばあちゃん家があるっていうのもあるけど。食べ物が圧倒的に美味しいよな、三重ってね。すごい美味しい。面白展望台って書き方なんだろうね。なんかまた読み方違うかもだな。絶対違うよ。わあ、すごいじゃん。あ、いいね。今日泊まってたのはどこなんだろう。この あれさっき言ってたとこだ。東大あの奥。あ、本当だ、見えるね。展望台がもう一つあるの？あるみたい。500m先で左ってなってた。ちょっと登ってみようよ。うん、ちょうど夕方時だし、昨日よりね、天気いいし、雲が少ない。鳥羽展望台って言うんだ。100mで左だって。うん、おお、結構高台だし。ねえ、うん、結構すごそうじゃない？そうだね。真正面に富士山見えるの？真正面ってあっちね。あっちでしょ。今日は見えないね。今日あっちだよ、もっとあっち。こっち？うん。見える？いや見えないけど、でもあそこは知多半島は見えてる。渥美半島か。渥美半島は多分見えてる。今国立公園の箱台山園地だって。ここは箱台山園地。うん、だってすごかったね。すごかったね。鳥羽まで18キロ。三木本真珠島、高かったもんね、さっき島間でね。すごい高級だった。だってイヤリングかネックレスかわかんないけど100万超えてたよね。そんなにさ、なんか巨大っていうわけでもなくて、なんか綺麗なのかな。なんか多分すごい最上級の質なんじゃない？すごいよね。すごい眺めだよ。かき小屋があった。ここもいいな。ここのかき小屋すごいね。本当に室津だな。あいおい室津じゃない？雰囲気が本当にそんな感じ。あそこに IHI があってさ。あ、IHI あった？いや、ないよ。ないけどあって、こっち側が室津に行く道でっていう感じがする。そんな感じがするね。本当に雰囲気似てるね。牡蠣の養殖してるところって。水がこっちの方がちょっと綺麗だったんだ、さっき覗いたけど。あ、そうか。あいおいのが深いのかどうなんだろう。あいおいはなんか緑な感じだよね。なんかかき小屋だらけだ。鳥羽に入った瞬間全然これでは進まないぞ。全部見てってたらいっぱいあったね。いいよね。なんかどっかでかき食べてもいいね。そうだね。これまっすぐ行ったらもうあれかな、鳥羽の街中かな。ここら辺は街中なの？もうちょっと向こうで。鳥羽は駅があったでしょ。駅があってなんか物産展みたいなのもあってさ。駅ウトラこの橋越えたらすぐ左なんだ。あれ、お、なんかすごいの来た。わー、なんか来た。これも近鉄だろうな。島風っていう。うわ、すげえ。すごいな。あ、ここだ、ユートラ。やべやべ。すごいな。島風すごいね。すごいすごい。観光列車だってなんかシャンデリアみたいなのついてたもんね。あそこの端っこで行く邪魔だからね。